は月一のコーナー企画、はい、中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団のコーナーです。岡山香川で頑張る企業を私がご紹介してまいります。今回ご紹介いたしますのは創業100年を超える香川県の企業です。 JR 琴平駅から車でおよそ10分のところにあります椿谷工業団地にやってきました。今回ご紹介いたしますのはこちら長峰製作所です。こんにちは。こんにちは、代表の長峰です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ところで長峰製作所とはズバリどんな会社なんでしょうか。はい、長峰製作所は驚きと感動のものづくりをする会社です。驚きと感動ですか。気になります。というわけで早速工場を見学です、案内していただいたのは中国出身の新さん。香川の大学に留学後、就職も香川県を希望し長峰製作所に出会ったんだそうです。海外営業を担当していますが、今後は、海外の人々にもっと長峰技術を知っていただきたいことと、私は中国人ですから、日本と中国の、架け橋として、で日中の、発展に、貢献したいと考えております。さあ工場内に入ってまいりました。お邪魔いたします。こちらではどういったものを作ってらっしゃるんですか。こちらはもの作りの限定とする金型を製作しております。温度に採用されるので、こういう、平穏の部屋の中にマシニングを置いています。長峰製作所が1960年代から行っている金型製作、精度が高く安定した部品を量産するときに欠かせないものなんです。この技術を用いて1990年代からは自社でも部品の製造・販売に乗り出しました。特に力を入れているのがセラミックス部品とハニカム触媒。まずはセラミックス部品を見せてもらいました。こちらがですね、当社のセラミックスの主力製品であるセラミックスノズル、マウンターノズルという製品ですね。すごい、私の息で飛んじゃいそうなぐらいちっちゃいものなんですけど、このノズルでどういった作業が行われるんですか。はい、こちら の製品が使われるのはですね、これはスマートフォンとか系の中に組み込まれている基板なんですけども、こちらに載っている小さな部品をそれぞれこのノズルを使ってここに組み込んでやる、実装と呼ばれているんですけども、そういった用途に使用されております。じゃあもうこのノズルがないと携帯の大事な部分をこうくっつけることができないと。そうですね。はあ。今スマートフォンから、カーナビ、当然家電製品にもこういうもの入っておりますので、今の私たちの生活に必要不可欠な、縁の下の力持ちみたいな。うわ、本当だ、こんなにちっちゃいのにね。非常に小さくて精密な部品は、最後に人の目によって厳しい検査がされていきます。こう機械でチェックとかではできないんですか。そうですね、こういった複雑な形状をしておりますので、なかなか自動機での傷の判定が難しいということで、全て人の目で検査するようにしております。やっぱり人間の目で一つ一つチェックされることによって、その高い品質が保たれているわけです ね。最後はやっぱり人のセンスといいますか、そういったものが大事になってきますね。高橋さん、こちらの場所ではどういったことが行われているんですか。はい、こちらの方ではですね、脱臭用のフィルターを、こういったような、蜂の巣状の形状をしたフィルターを作っています。身近なところでいうとどんなところで使われてますか。はい、一般家庭でですね、使われている、トイレの温水便座の中に入っています。温水便座に設置されてるんですか、これが。知らなかったです。長峰製作所のもう一つの主力製品がハニカム構造の金型を使って作られる製品です。微細な電子部品の他に有害ガスの分解や吸収、脱臭や浄化など快適な生活や環境保全に役立つ触媒も作られているんです。いろいろと工場で見せていただいたわけなんですが、こちらにあるのがオカリナですよね。
長峰製作所とオカリナ、何かつながりがあるんでしょうか。はい、大いにあるんです。どういうことですか。先ほど工場の中で紹介をしていただいた金型技術を生かしてオカリナを製造販売しているんです。金型技術を使ったオカリナ、製作にあたってどんなきっかけがあったんでしょうか。近くにオカリナを作ってらっしゃる作家で演奏家の先生がいらっしゃいまして、その先生が手作りで土のオカリナを作ってたんですけれども、それやはりあの品質にばらつきがありますし、手作りですと1日数個しか作れないということで、それを弊社の金型技術を生かして大量生産できないかっていうお話から、こういう金型の製作が始まりました。現在は環境に優しい素材で作ったオカリナも製作、全国に販売しているんです。綺麗な形ですよね。またカラフルでしょ、さてそのオカリナどんな音色が。癒しの音色というふうに言われているので、聞いた方があのすごくリラックスして気持ちなよくなるような音です。なんか癒される感じがして、私もねこの癒しの音色に挑戦しましたが、頑張れ。初体験なんで、もちょっと初めていきました。はい。長峰製作所の高い技術が生かされてるわけですよね。そうなんです。ここにぎっしり詰まってるんです。うわ、金型から製品まで一貫生産し、時代のニーズに合わせて超精密なものづくりを行っている長峰製作所、これからの展望を長峰代表にお伺いしました。長峰製作所の製品は私たちの暮らしを身近にこう支えてくれてるものばかりだったんですね。はい、そうなんですよ。ですから皆さんの目には触れないところでたくさんね使われてますんで、癒しの音色のオカリナまで製作されてるとは思いもしてませんでした。びっくりいたしました。まあこれも長めの商品からするとかなり異物の商品ですけど、これによってですね、皆さん の, その心が、和んでもらったり癒していただけたらですね、うどん県するだけじゃないものになってくれたらいいと思いますけどね。やっぱ企業がこれから生き残るにあたってどうしてもその時代の波にですね、取り残されないように常に新しいものを できるだけオンリーワンになるように、進めていきたいと思います。ものづくりは香川県であっても、その商品は、全国もしくは海外ですね、展開をしていかなければ、香川県でも大いに、世界ですね出せる商品が今後も出ていくと思いますし、そうやって皆さん頑張っていかなければならないかと思います。長峰製作所の驚きと感動のものづくりに感激いたしました。それでは一言どうぞ。長峰製作所はこれからも超精密加工技術で皆様に感動をお届けします。応援よろしくお願いします。さあいかがでしょうか。すごいですね、本当に精密な製品を作って全国また世界規模で活躍されている、そんな企業がこの地元にあったんですね。そうなんですよ、私たちの生活を支えるですね、本当に縁の下の力持ちなんだなって思いました、そして、オカリナなんですけどね、これ、はい、こちらはね、楽器店島村楽器で販売されているということです、ぜひ見かけたらチェックしてみてくださいね。技術が使われているわけですね。はい、そうです。
さあおさらいですよ。はい、株式会社長峰製作所は香川県にあります、JR 琴平駅から、車でおよそ10分椿谷工業団地にありますよ。それからこの瀬戸内企業応援団のオフィシャルサイトができました。どうぞこちらもチェックしてみてくださいね。以上、月一のコーナー企画、中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団のコーナーでした。